聖帝サウザー、ナント聖剣最強の男、ついに本性を現したか。剣王様、八分通り出来上がっておりますな。聖帝の権威を誇示せんがための聖帝十字領。しかしうまいことを考えたものですな。従順な子供を使うとは。聖帝よ、今のうちに走るがいい。俺はまた帰ってくる。ヤギをよこせ。そいつを手土産にすれば聖帝聖騎軍に入れる。やめて、誰か助けて。子供が欲しいのか。やるよ、半分、全部だ。ああ、そりゃないぜ。これはもともと俺のもんだぜ。全部だ。この野郎、死ね。ポケ。一つ聞きたいことがある。聖帝とは何者だ。聖帝とは、あの世紀末覇者剣王すら戦うのを避けた男。その名はサウザー。この世の真の覇王となられるお方だ。貴様がケンシロウだな。抵抗すれば殺す。なんだ貴様。これはナント聖剣。お前は目が見えぬのか。されど心の目は開いておる。私はなんと六聖剣の一人、なんと白露剣の周囲、なんと乱れる時北斗現れる。六聖乱れた時から私とお前は戦う運命にあったのだ。剣士郎、俺を倒そうという人間には全てこの剣で応えるのならば応えてもらおう。大目ゆえ、私にはお前の剣に対する恐怖、恐怖は気配と。敵に容易に間合いをつかませてしまう。こんな子供魂は通用せんか。なんと聖剣に客が。お前が初めて目にする剣法、さあどこまで逃げ延びられるかな。呼び戻すこと。レイカ、この世に光を求める人だが、光は戻らぬ。私を倒さぬことはな。甘いな。なぜとどめを刺さぬ。ならば聞こう。お前の技にはなぜ殺気がないんだ。やめて。その人は
命を懸けねばあなたの力を知ることができなかった。私はレイの親友、人生の衆。待っていた検証、聖帝を倒せる唯一の男、北斗神拳伝承者。衆様、またルミンの集団が聖帝軍に襲われています。何？よし、行こう。この男、俺はかつてどこかで。ガキだ、ガキがいるぞ。働ける子供をさらえ、大人はぶち殺せ。聖帝軍はあの岩場にルミンの車を追い込む。岩場に先回りして待ち伏せよう。よし、仲間がガキどもを追い込んでる。奴らに遅れるな。おこぼれをもらうぜ。あれは聖帝軍の別動隊。さては岩場に向かいルミンを攻撃するつもりか。岩場に追い込まれては終わりだ。一刻も早く敵を倒し、岩場に向かわねば。
なんとにありながら聖帝様を裏切った衆、返り討ちにしてくれるわ。なぜ聖帝は子供ばかり狙う？純真な子供の血と汗によってのみ聖帝十字領は聖なる領となるからよ。今より輝こうとする子供たちの未来を奪い去ることは許さん。子供たちの光を、この男、もしや。幼すぎる。いかに才能があろうとも、なんと十人組手に挑むには。ラオウよ、オクトとナントの他流試合の掟、奴に教えてやろうな。無論だ。小僧が負けた場合、生きてこの場を出ることは叶わぬ。構わんだ。構わぬ。ケンシロウの素質に惚れたか、ラオウ。もしや、最後の十人目はこの私だ。かかってこい。わた！シュウ、とどめを刺せ。他流の敗者がここから生きて出ることはかなわぬ。ありがとう。十人目の相手があなたでよかった。この少年は殺させぬ。この少年は誰よりも強く激しく光る可能性を秘めている。シュウ、起きては起きてだぞ。ただで命をくれとは言わぬ。代わりに俺の光をくれてやる。あなたはあの時だ。気にすることはない。全てが運命だったんだ。目が見えぬ代わりに心が開いた。これも人生、未来への希望に生きる宿命。シュウ様、アジトへ帰りましょう。ケン、ごめんなさい。どうしてもついていきたくて。
なんと六星剣の崩壊は妖精ユダの野望から始まったが、妖精を動かしたのは聖帝サウザー。サウザーの星は小星、生まれついての帝王の星。せめてゲリラとなって戦うしか。主様、聖帝の食料調達隊から食料を奪ってきました。パパ、おおれ食え。待て、それを食べてはいかん、毒が入っている。聖帝を倒せねば、この悲劇は永遠に繰り返される。サウザーがここに現れると聞いた。上がれ、血を上げろ。聖帝様のご視察だ。お前の言うとおり、動物は消毒すべきだ。助けてください。死にたくない。聖帝サウザー様が
お通りになるぞ。おお、でかくなったな小僧。お前の行進、ここで行き止まりだ。うん、でかい口を聞くようになったな。なぜ構えぬ。俺の剣、なんと法王剣に構えはない。構えろ、防御の剣。失せろ。我が剣にあるのはただ制圧全身のみ。俺の剣の前でお前の動きなど止まってみえるわ。それはどうか。お前の剣はすでに見切った。聞こう、人中局をつい。貴様の命はあと3秒。ケンシロウがサウザーに戦いを挑んだとの方が。ある謎を解かぬことにはケンシロウは勝てぬ。それこそが俺が聖帝との戦いを決しなかった理由なのだ。俺の命があと3秒。面白い。ならば数えてやろう。一つ、二つ、三つ。バカ、確かに飛行ついたはず。ナオウが今日まで俺との戦いを避けていたわけが分かったか。俺は帝王、貴様らとは全てが違う。神はこの俺に不死身の肉体までも与えたのだ。おりゃ、確かに剣の勝負には貴様が勝った。剣の速さ、寸分狂わぬ飛行への突き、さすがに伝承者だが、貴様はこの体に流れる帝王の血に負けたのだ。死んだ人間では人柱にならぬ。生きて埋めてこそ聖帝十字寮の魂となる。北斗神拳伝承者を人柱として、南斗聖剣聖帝十字寮はいよいよ光り輝くというもの。